さんこんにちは。こんにちは。いよいよ8月になりました。はい、それではもう最初はタイトルコールからいきましょう。はい、はい、なめるとサッチの物語カフェ、8月17回なんですね。もう結構来ました。はい、やってますね。突然暑くなって。そうなのよ、梅雨が終わったと思ったら、ね、何この暑さ。いかがですか。いや、なんか今日36度まで行くっていう話だよ。暑いな。いや、もうちょうど今中涼しいから。だから2時は一番暑い。今一番暑い。暑いかもしれない。これからが一番暑いですね。ねえ、いや、その中こう涼しいところにいられる私たちは幸せです、ね、と、はい、っていうか、また今日なんかブルーが揃ってない。今日はね、2人ブルーで決めてみました。ね、合わせたわけじゃないんだけど涼しく、ね、8月だもんね。8月だもん、やっぱ涼しく、うん、はい、皆様にサービスということで、うん、そんなサービスしなくてもいいか。そうだよ。はい、ではまず最初はやっぱり朗読ドラマからいきましょうか。うん、はい、はい、それでは前回のあらすじといいますか、伊藤誠という女の人が、はい、スタンバイしてください。はい、5年間、うん、同棲した彼氏にそろそろ結婚してくれるかななんて思ったら突然彼に出て行かれたという、とても悲しいところで終わったお話でした前回。うん、さあ今回さあどうなるでしょうか。その続きです。基本リベンジします。はい、それではよろしくお願いします。それではすいません、ドラマ始まります。 BGM お願いいたします。リベンジする女、まこと。作、堀井ルメ。登場人物、伊藤まこと、34歳、商社に勤める OL。 8年の恋人タクにあっさり捨てられる。伊藤千佐、33歳、まことのいとこ。まこととは実の姉と妹のように親しい。独身、結婚願望なし。大地拓、35歳、誠の元同棲相手。あっさり誠を捨てる。拓の出て行った暗いリビングに留守番電話の光が蛍のように点滅していた。誠は電話を取った。誠、帰ったか。今日も残業だろう。疲れて帰ったところびっくりしただろう。悪かったな、今まで5年も一緒に暮らしてくれてありがとう。さ、俺住むところが見つかったから出ることにしたよ。長いこと迷惑をかけたな。そしてお前になんか誤解させたかもしれないな。結婚を期待させちゃったかな。結婚してくれと言った覚えはないけど、5年も一緒にいれば誤解させるよな。ずるずると悪かった。俺結婚に向いていないと思うんだよ。一緒に暮らしていて気づかなかったかな。本当にお前には悪いことをしたと思っている。すまなかった。俺よりお前に向いているいい男はいるよ。お前は幸せになれ。留守番電話はそこで終わっていた。誠はかけ直してみた。するとこの電話番号は使われていませんとアナウンスがあった。タクは出て行った。電話番号も変えた。誠は捨てられた。がらんとした部屋が寂しくて、夜も遅いというのに
いとこのちさに電話をした。事情を知ったちさは飛んできてくれた。何がお前は幸せになるよ。まあ今日一日で出て行ったのね。これは計画的な家出だわ。計画的？だいぶ前から準備していたんじゃない？気がつかなかったの？最近仕事が忙しくて、休日出勤もあったし、何にも気づかなかった。ねえ、どうしよう。うかつね。まあ、そんな薄情な男、こっちから捨てなさいよ。なんでそんなやつと結婚したいのよ。というか、なんで結婚なんかしたいの？だって、結婚ってみんながするもんでしょ？そんなの、私たちの親世代の話よ。第一、私はしないわよ。お一人様が気楽でいいわよ。私、結婚に夢が持てないの。だって、うちの親、知ってるでしょ？仮面夫婦なのよ。そういえばおばさん、いつも疲れた顔してるもんね。誠は学生時代の一時期、東京のおば夫婦の家に世話になっていた。いとこの千佐と意気投合したのはその頃からだった。千佐はその夜は泊まって、宅の悪口を散々言った。それから数ヶ月経った。宅のこともあまり思い出さなくなった頃、郵便受けに白い封筒が入っていた。その送り先を見て、誠はその場で破り捨てようとしたが、思いとどまり、千佐に連絡をした。私に結婚式の招待状を送ってくるなんて、どういう神経なんだろう。それに、何が結婚に向かない男なのよ。ちゃんと結婚式するじゃない。そうよね。誠に送りつけるなんて、普通の神経じゃないね。でも、こういうのって、式場の人が出してるかもしれないね。そうなの？そうよ。業者だから住所録から抜き出したけれど、誠って名前は男の人にもあるでしょ。男の友人と思ったんじゃないかな。よく確認しないと送ってきたのよ。そうかもしれない。でも住所録に私の名前を残しておいたのはなぜだろう。元カノの名前なんか普通は消しておくんじゃない？よく言うじゃない。恋の思い出は女は上書きするけれど、男はフォルダーに入れて取って送って。未練があるってこと？未練じゃなくてコレクターのつもりかもね。私はコレクションなのか。はあ、それって腹立つ。これさ、破ってやろうと思ったけど、なんか思いとどまったのよ。出席するの？真っ白なウェディングドレスを着て、綺麗なブーケを持って出席してやろうかな。いい考えかもしれないけれど、まこと、今のあなたにウェディングドレスは似合わないわよ。ひどいこと言うね。体の線がだいぶ緩んでいるよ。焼け食いでもしたの？そういえば前にタクにも太ったとか言われた。ほら、まだ結婚もしていないのに同棲5年にあぐらをかいて女子力磨きに手を抜いていたんじゃない？ドキ。じゃあどうすればいい？まずその体の線ね。ライズアップでも何でもやってシュッとさせるのよ。ジム通いか。運動嫌いでさ。明日から
出勤前に30分ランニングよ。私迎えに来るから一緒に走ろ。ランニング？いい、まこと、こんないい女を捨てたんだって惜しいことをしたって分からせるのよ。かっこいいキャリアウーマンのところを見せつけるのよ。キャリアウーマンといえば、結婚式の頃私は課長になってるかも。課長？出世するのね。女性管理職になるのね。すごい美女が課長の名刺を結婚式の受付に出すのよ。かっこいいじゃない。あいつは管理職になっているの？多分まだだと思う。じゃあ勝ったわね。キャリアウーマンにはなったんだから、あとはかっこいい女になるだけね。明日から始めよう、かっこいい女作戦。翌朝早く、千佐は誠を叩き起こすと、近くを30分ほど走り回り、シャワーを浴びて帰っていった。誠は近頃心も体も緩んでいて、タクの本心に気づかない自分も迂闊だと反省もした。こうなったら千佐の言う通り、体の線だけでもかっこよくしようと早朝トレーニングに励んでいると、千佐がすごいネタをつかんだと言って連絡をしてきた。あいつさ、誠と付き合いだした頃は同じ会社だったんでしょ？そして突然転職したのよね。うん、びっくりした。給料が良くなるからって取引先の会社に入ったのよ。ヘッドハンティングだと威張ってた。実は私の同級生がその会社にいるのよ。こないだ電話をして彼のことを聞いてみたのよ。部署が違うのに知ってたよ。社内では有名ですって。逆玉だって。結婚相手はね、上司の娘よ。それも専務ですって。専務？本当なの？じゃあ課長になってもダメじゃない。私負けたのね。結婚したらあいつは出世街道まっしぐらよ。その出世街道の前に両手を広げて立ちふさがるのよ。私だってムカムカする。あいつが出て行ってからどのくらい経った？もう4、5ヶ月かな。あら、出て行ってから結婚話が決まったにしては式が早いわね。そうよ。いい結婚式場はだいぶ前から予約しなくちゃいけないらしいのよ。あなたずっと二股かけられていたのよ。知らん顔して一緒に暮らしていたってわけね。そんな、ひどいやつ。ねえ、取引先ってどういう関係なのさ？うちの会社の方が大口取引先よ。ま、顧客ってわけね。じゃあさ、5年も同棲したのに捨てられましたって結婚式場で嫁と父親の専務に爆弾発言したら驚くんじゃない？捨てられましたなんてちっともかっこいい女じゃないでしょ。惨めじゃないの？そうね、なんかスマートな方法はないかしらね。ねえ、取引先に転職するって、それもヘッドハンティングなんて少し怪しくない？そういえばタクが移ってから取引額が増えてる。なんかその辺にあるんじゃない？誠は社内に探りを入れた。分かったことは、大地が発注担当者と癒着していることだった。どうも
キックバックを個人的に出しているらしい。誠の課長就任の最初の仕事はこの癒着している担当者と大地を吊るし上げることであった。さあ爆弾は結婚式の日に落とそう。いよいよ当日になった。誠は走り込んで少し締まったボディにキリリとタイトスーツを着込んだ。うん、もう少し痩せられればよかったけれど、これでも十分ナイスだわ。できる女って感じね。じゃあ行こう。ダメよ、ここは少し遅れていくのよ。誠は20分ほど遅れて式場に乗り込んだ。受付に招待状と水引きだけ豪華で中身は千円札1枚のご祝儀袋と礼々しく課長と肩書きの入った自分の名刺を出した。受付では自社の大得意の名刺なのでちょっとした騒ぎになったが、誠は意に介せず宴会場に入った。そして新郎席の第一卓に微笑んでみせた。その足で新婦の両親の座る席に向かった。この度はお嬢様のご結婚おめでとうございます。私は御社と取引させていただいている会社のこういうものです。本日は新郎に招待されましたのでお伺いしました。ここでも課長の名刺をテーブルの上に置いた。新婦の父は名刺を一別して驚いた。あなたは大地君のご友人ですかと聞いてきた。友人ではありません。その辺は大地さんから詳しくお聞きください。さて本日伺いましたのはこのような場で申し上げることではないんでしょうが、ちょうど良い機会ですので、御社との取引について全面的に見直したいと思いまして、その理由についても大地さんに聞いてください。わけが分からず口をあんぐりと開けている新婦の両親を置いて、誠は金屏風の前におひな様のように並ぶ新郎新婦席へと近づいた。タク、おめでとう。あんたは誰だ。あら、知らんぷり。冷たいのね。あたしよ、伊藤誠よ。それは分かっているわ。なんかドキリなんじゃないの。こういうのは趣味が悪いぞ。あら、招待状が来たのよ。私に送るなんて、あなたこそ趣味が悪いわね。私に結婚式を見せびらかしたいわけ。こちらが奥様。大したことはないわね。あら、ごめんなさい、私って正直で。いい加減にしろよ。もうすぐ帰るわよ。で、明日は私の会社に来てくださる？何のおもてなしもできないけど、ちょうど取引の見直しをする時期に来ているから。いいお話ではないけどね。誠は青ざめた新郎と怒りに頬が赤く染まった新婦に再びにっこり微笑むと会場を出た。ロビーで待っていた千佐に手を振ると二人で足取りも軽く会場を後にした。ちょっと後悔したことはご祝儀袋の千円が惜しいことだった。終わりです。はい、ありがとうございました。ヒロさんがいないので今日も私が、やらせていただきました。はい、自分で書いていながら読みづらいということが分かりました。そうなの。2、3回練習してきましたので、なんとか読めました。最初読んだ時、読みづらみたいな。
すみませんね、慌てて書いてるのでもうちょっと行外とかすべきだったんですが、はい、ね、ちょっとヒロさんがいないとやっぱりねちょっと辛いですね、寂しいですね、寂しいです、やっぱりあの皆さんも寂しいことだと思うんです、うん、申し訳ありません、そのうち必ず復帰させますので引っ張ってでも連れてくるので引っ張ってでもすごい少しお待ちいただければと思います、はい、あのいかがでしたか本日はいや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 、リベンジっていうことでね、リベンジですから、いやすっきりしましたよ、すっきりしたでしょね、もうあ気持ちよかった、気持ちよね、バチッとね言ってやった、言ってやった、ね、もうそういうのね書こうと思うんですがなかなか思いつかないんですよ、やっと思いついたんです、はい、まあそれでは、そろそろじゃあゲストコーナーに参りましょうか、そうですか、はい、はい、本日のゲストは金の翼代表取締役をやっていらっしゃる牧野誠也さんことマッキーさんです。はい、本日はよろしくお願いいたします。どうぞこちらにいらしてください。はい、はい、もうおしゃれな、おしゃれでかっこいい方で、はい、でお仕事もだからおしゃれでかっこいいんですよね。ちょっとお仕事と内容を教えていただけますか。はい、皆さんこんにちは。はい、マッキーの誠也と申します。はい、仕事はですね、鎌倉で化粧品をやってます。まあ、あのただの化粧品だけじゃなくて、まあ、あの、うん、あとはあオリジナルのオーダーアクセサリーを作って販売させていただいております。はい、お店の名前が金の翼っていうんですよね。そうです、うん、会社名は違うんですね。会社名はあの合同会社 M&M カンパニー、 M&M カンパニー、はい、あそうですか、はい、それではでその金の翼って、鎌倉、そうです、鎌倉の、ね、小町通りから歩いて5分ぐらいのところになります。あ、そうなんですか、はい、結構いい立地いいとこですよね。ありがとうございます、おかげさまでいろいろな方に来ていただきまして、はい、そのお店、うん、お店がどんな感じっていうお店のどんな感じか、ね、お写真があるんですか、はい、お写真見せていただけると、あ、ありがとうございます、あ、ね、かわいらしい、こうお外の写真もあったらいいことですね。外の写真がないんですか。金の翼って一応ここに、ね、書いてある、ちょっと外からのあれ、あ、ね、外の写真と、ね、これでもうちょっと中になると 中が、はい、中に入っていくとこんな感じですよね。ね、かわいいお店、なんか本当にね、アクセサリーからバッグから、ね、化粧品からってね、はい、にぎやかに、ね、そうですね、こんなに人が入ると出られなくなるような、ね、なかなか、なかなか楽しくて楽しいですよね。個性のあるようなものを、女性にはね、ここも、ね、楽しくてずっと見てても飽きない感じ、ね、もう彼氏を連れてってなんか買わせるというあ、そういう手があったか、そ う, そうだよね、いない人は無理ですがね、はい、すごくいい店見つけたの、一緒に行かないとかって言って、ね、やってるやってる、あ、バレちゃったなんかね、そういう、あなたの不安を連れてってくださいぜひ、はい、よろしくお願いします。今度その手で行こういたらね、不安がいたらねってまあそういうことで、あのこういうその、素敵なお店を始めることになったというなんかきっかけというかあるんですよね。そうですね、きっかけっていうのはもともと僕はあの新宿で、コーヒーが大好きで、コーヒー専門店というのをやってまして、やってたんですね。で、まあ、小学校の頃からコーヒーとか大好きで、うん、ららまあ、友達がジュースとか飲んでる時にコーヒーとか飲んでて、うん、ちょっと変わった、ね、変わったお子さんでしたね。小学校時代からコーヒー飲まないね、普通ね、普通ね、普通はジュースみたいな、ね、まあ、でもそうですね、カフェオレみたいな、ちょっとそういう感じの、うちの娘だって、コーヒー飲み出したのは大学に入ったぐらいで、うん、その、ね、習慣として飲むようになったのは、うん、まあそれでなんか飲んだうちに癖になっちゃいまして、うん、で、その頃父親がよく来てくれてたんですけど、結構、まあ、おしゃれな父親だったんですが、素敵なお父様、はい、その父親がただ病気になっちゃってね、で おしゃれもやめちゃって、まあ、汚く、まあ、汚いっていうかね、お病気ですから、おしゃれしないようになっちゃったんで、うん、やっぱり健康とね、美容って本当大事だなってその時に改めて思いまして、やっぱりそういうものをでですね、貢献できたらいいなと思って、美容とこういうようなお店を始めるきっかけになりました。はい、最初は化粧品から始まったんですか。そうです。何年ぐらい化粧品の仕事をして約10年になります。あ、はい、このお店をやってからまだ約3年ですが、うん、あ、そうなんですね。はい、なんかその鎌倉にそういうお店を出すっていうのは、ね、なぜ鎌倉にこだわったんですか。そうなんか場所が突然すごく遠くにね、そうですよね、そうですね、
例えば新宿はまだ近いなと思うけど、まあ、ね、そうなんですよ。でやっぱり鎌倉っていうのはいろんなところから人がいらっしゃって、まあいい気もすごいいいですし、あとなんて言いますか、すごいいろんな海外に向けて日本の良さを発信しているところなんで、ぜひそういうところでやりたいなと思って、それで鎌倉でやることにしました。たまたま遊びに行ったんですけど、いい場所が空いてたもんで、その場で決めちゃいました。すごい、はい、バンと決めちゃったんですね。もともとじゃあ鎌倉が好きというか、はい、結構魅力あるなっていうふうには思ってらっしゃる。そうですね、よく遊びに行ったりとかは前から、うん、まあ今でも大好きですけど前から、行ってます。はい、山も海もあるんで。そうですよね、はい、飽きないですよね、なんか行ってもね。はい、そう、お寺もたくさん、そうそう、お寺もたくさんあるし、うん、まあ、お寺は私あまり興味ないけど、私も仕事で鎌倉に行ってたことがあって、やっぱり、仕事早めに終わってその必ずブラブラ散歩してました。行くたびに、いいとこに職場があってよかったなみたいな。そういう感じで。ぜひうちの店にもぜひいらっしゃってください。最近行かないんでね、はい、鎌倉に。懐かしいです。いいとこですよね。それで、ね、じゃあお店に置いてるのはだいたい化粧品と、あとどんなものを置いてあります？あとそうですね、バッグはいいなと思ったものを僕が仕入れて、はい、それをご紹介してるっていうものと、うんうん、あと、自分たちで作った手作りのバッグがありまして、それもお出ししてます。手作りのバッグ素敵ですね、はい、ただメインは化粧品と、うん、今オリジナルのオーダーアクセサリー。化粧品っていうのは、はい、基礎化粧、乳液とかクリームとか、はい、全部あるわけですか？全部揃ってます。メイクアップではなくて、基礎からそういう、基礎から何から、メイクアップもある。色物っていうか、はい、メイクアップ、メイクアップ用の色物。そうそう、違った色物ってさ芸事じゃないんだからどうもそっちの路線に行っちゃうね。いや、ただ全部揃ってます。全部揃ってます、はい、メイクアップまで。やっぱりそうですね、悪いものが入ってないんですよね。防災が、みたいな悪いものが入ってなくて、あともう一つは、うん、つけてすぐに効果が出やすいということと、あともう一つ品質にこだわってるんだけど格安と、その3点で勝負しています。格安がドキッと、はい、格安がドキッと。そう、やっぱな、化粧品は毎日肌につけるものだから、はい、ね、やっぱりできるだけ、何も入ってない方がいいですよね、はい、確かに。そうですよね、負担がない方がいいですよね。負担がかかるしね、小じわが増えてきちゃったしみたいな、あと24菌が入ってるような化粧品なんで、肌を活性化させてくれて、それが防腐剤代わりになるっていうには言われてます、うん、24菌、はい、24菌、ドキ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 指にしたいとかの色ね。それでこのオーダーアクセサリーについてちょっと聞いてみたいでしょ、ね、はい、どういうアクセサリーが、そうですね、オリジナルなんですけれども、エネルギーストーンを使ったものが多いんですよね、うん、はい、エネルギーストーンっていうのは非常に良縁とか良縁、いい出会いとか、いい、あといい運命なんかを引き寄せるって言われてる、まあ、そのお手伝いをしてくれるって言いますか、そういった石なんですけど、もう悪縁についちゃってから良縁はいいんですけども、そのいい出会いとかね、はい、お友達のいい出会いとか、はい、いい運とか欲しいですよね。じゃあアクセサリーって言ってもいろいろあるんですけど、主にピアスとかイヤリングとか、あと最近よく出てるのがこのブレスレットとか、あと男性のお客様で仕事上そういったものを身につけられない方は、うん、キーホルダーにしてくれとおっしゃる方もいらっしゃいます。はい、キーホルダーいいですよね。そういえばね、キーホルダーバッグの中につけても可愛いし、ね、いいね、横にこぶり下げてもね、はい、ホルダーの部分だけ見せるとかすればね、可愛いですよね。で、ご希望の方にはオーラを見せていただいて、でその方に合う、色とか、そういった石なんかを選ばせていただいて、でお値段もお客様に決めていただいてます、はい、ただ最近多く出るのが、まあ、3万から5万ぐらいとか、その辺がよく出るんですけど、全然1万でも作れますし、2万でも作れますし、そこら辺はご相談で、はい、で値段を決めていただいて、そのお値段の中で一番いいものを作るようにさせていただきます。こちらから2万円のものを作ってくださいとか3万の作ってくださいとかお願いするわけですね。そうです、はい、でキーホルダーにしてくださいとか、はい、ペンダントにしてくださいとか、はい、なるほど、分かりました。
でそのオーラ診断、オーラ診断もあるね。ね、いろんな色が出てくると思うんですけど、オーラって、私は絶対この色じゃなきゃ、この色を入れたいとかって、そういうご希望とか、もちろんそうです。やっぱりその方のご希望が一番なんで、オーラに関係する色がくっついてるんです、ね、このアクセサリーって、ちょっとね写真なんか、例えばこういうのもオーダーものなんです、はい、これはオーダーされたなんか、いろんな色が散りばめられて、ね、かわいいですよね、かわいいねこういうものとかね、あともう一つ、うん、これなんか男の人がしてもいいね。そうですね、これはね女の人向きだけど、そっちは男の人がしてる、はい、こういうのを診断してくれるわけですね。そうです、こういう診断っていうか、アドバイスですね。 あくまでもそのアドバイスをして、でそれでも私は違う色がいいって言ったら、そのお客様にがお好きなものが一番いいんで、はい、ただこれがいいんじゃないですかっていう選ぶはお手伝いをさせていただくような、はい、そんな。なるほど、やっぱりブレスレットが多いですかね。ブレスレットとか、女性はあとイヤリングとか。あ、そうか、イヤリングはね、はい、結構ねいいですよ。ただ私イヤリングよく落としちゃうから、落としちゃう、耳触る癖があってね、ってことあるんだね。だからイヤリングは持ってるけど、しないで置いてるだけ、そうね、特にちょっと宝石が入ってるやつとかもったいないもん、落とせない、こう慣れないとなんかこう違和感があるんだよね、そこになんかつい触っちゃうね、何これみたいな。安いイヤリングはいいんだけど、高いのもったいないから、しまって意外と体験談でいうと、僕の知り合いの、経営者の社長さんにですね、こちらのものを作って差し上げたところ、売り上げが3倍になっちゃったんですね。それで周りの方にいろいろ勧めていただいて、皆さん結構仕事が良くなったりとか、そういう方が多くて、だんだん口コミで今広まってきたような感じです。いいですね、はい、それもね。でそういう、じゃあオーラ診断をして作り上げたのがエネルギーストーンっていう、オーラ診断はご希望に応じた方だけです。例えばファッション的に、いやそんなのオーラとかそういうのいらないから、私はファッション的におしゃれなものがいいって方はそれがその通りにしますし、普通の手作りのオーダー、それでもだから色はこういうのが合うんじゃないですかとか、例えばしょっちゅうスーツが着てる方が多いのかとか、カジュアルが多いのかとか、こういう服装が多いっていうのをお聞きして、僕なりに、僕だったらこういうふうにしますとか、そういったアドバイスはさせていただきます。でオーラ診断が入るとエネルギーストーンっていうこと。いや、エネルギーストーンっていうのはそういった石を使ってるっていうだけで、オーラ診断とはまた別です。オーラ診断をしてやると、よりなんて言いますか、ご希望に近いようなものが出来上がるんじゃないですかっていう、そんな感じなんですけど、オーラ診断はご希望の方だけです。ご希望者、はい、あ、なるほどなるほど、はい、そういう、それからなんだ、あとまだ、もうちょっと時間が、実はヒロさんがいないので時間がたっぷりあるので、もう少しありがとうございます。それでなんかパリに行った時の話でも聞いた。そうですね、奥様がパリに行かれたんでしたっけ。そうなんですよ、僕は鎌倉と東京の方でこちらの仕事をしてたんですけど、うちの奥さんがパリに行きまして、どういった経緯で。そうですね、コンテストがあったんですよね、宇宙桜コンテストっていうのがありまして、宇宙に持ってった桜は長生きするみたいな、そういった名前のコンテストがあって、ハンドメイドコンテストなんですね、それに出品したところ、特別賞をいただきまして、それでパリに出展できるっていうことなんで、7月の初めにうちの奥さんが行ってきました。それがこれですか。これは賞を受賞したイヤリング、宇宙桜っていう題名の、はい、イヤリングなんですね。素敵ですよね。これイヤリングなんですね。そうです。あと例えばイメージで、猫ちゃんとかワンちゃんが好きな人にはそのイメージで作れますし、そういったその方だけの、世界で一つだけのアクセサリーを作らせていただいています。なんかすごい豪華ですよ ねイヤリングね、これね、いいね、あとなんかせっかくね、はい、あ、そうだ、 iPad か、 iPad で何か、何かお見せできる、パリの写真もあってるね。あ、持ってますか。それは、そう、こんな感じで、はいはい、
それがあのそちらのあの髪が赤くない方が奥様ですよね。そうです。はい。とか。あ、見えてます。海外、あの海外の方から日本のものが意外と好評だったんですけど、はい。やっぱちょっとこうこの丸い感じが日本風な雰囲気ありますよね。これが良かったんじゃないですかね、やっぱり。そうですね。東洋っぽい感じなんかな。はい、結構あの。高校生から年配の方まで、なんかこうなんか喜んでいただきました。東洋のこうねオーラみたいななんかそんな感じが、それこそ、うん、奥様が全部奥様のデザインされるんですか。デザインはね、あの僕はあの作るのは結構手が器用すぎちゃうもんですから、器用すぎちゃって部がつく器用なもんですから、うん、すごくつく器用で、ただイメージ的にはどんどん湧いてくるんですよね。イメージが湧いて奥様がこういうのをお作りなんです、ね、そうです。例えばあの男性だったら個性を出すためにこういうチェーンをちょっと絡めちゃったりとか、もうね、だいたいこう全体いつもおしゃれな、れてるか、そう、あの全体いつもおしゃれですけどもね、普段からね、あのこれはあのロックの魂って僕の名前つけたんですけど、なんかしがらみみたいのを引きちぎれとそういう意味で、あのヘビメタみたいな感じですか、チェーンを絡めてるんですけど、はい、こういうものをやったりとか、ちょっとその方だけのおしゃれなんですけど、ご希望の方には他にないような独特のおしゃれ、そういうものをご相談して、個性を出すようなお手伝いもさせていただいています。はい、そうだ、今日ねマッキーさんがおしゃれだから、私もおしゃれして水入れしてみてました。ありがとうございますね、ね、素敵素敵、はい、あとね、あのお店じゃなくて、お店じゃなくてイベントもやってまして、イベントですね、イベントについて、あ、そうだ、教え、あ、そうだ、あのついでに PR もやっちゃってください。はい、イベントはあの皆さんの皆さんと仲良くするっていうイベントやってまして、鎌倉のお寺をみんなで巡ろうっていう会をやってまして、月に1回やってます。はい、あとそうですね、エネルギーの会っていうのはエネルギーストーンうち売ってるんで、そういったあのどういうポイントで石を選んだらいいかとか、あとそうですね、その方の運勢が良くなるようなお話とか、そういった楽しい会です。こちらは東銀座でやってるんですけれども、よかったら8月は11日お寺巡りで、30日はエネルギーの会やってます。はい、ぜひ皆さんとお会いするのを楽しみにしています。よろしくお願いします。でその申し込みをするにはどうしたらいいのかと言いますと、そうですね、金の翼、うちの店なんですけど、あとこちらは私の携帯なんで、電話でいただけたらありがたいなと思います。はい、あとこちら の, あのメルさんとか、はい、サチさんにご連絡いただいても大丈夫です。受け付けてます。はい、はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、メルとサチ物語カフェのページの方にも入っていただければ大丈夫です。フェイスブックの方ですが、はい、そうですね、もちろんこの CA 部の方でも多分あの言ってくれれば私たちの方に連絡が入ると思います。で、あのフェイスブックみんな入ってるので、どこかに入っていただければ。そうですね、はい、あのマッキーさんのね、マッキーさんの部屋もね、あのページの、僕もあのマキのせいやで、はい、ページ持ってますね。フェイスブックやってるんでよろしくお願いします。はい、よろしく。直接あの直接申し込まれてもいいですし、私たちに申し込んでいただいても大丈夫です。どちらでもつながるようになってます、ようになってます。はい、お知らせいたしますので、はい、ぜひ、ぜひ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 よろしくお願いします。鎌倉ね、ちょっと暑いのが、うん、鎌倉でも暑いよね。でもね、暑いけど、いやいや暑かったよね。あ、鎌倉暑いよ。暑いですけど、暑いのは東京でも暑いですからね。鎌倉暑いよ、やっぱり普通に普通に暑い。まああのね、帰りに海の方かなんか通ってね、風でも当たって、うん、そうです。だいたい2つ多くても3つぐらいですよね、お寺巡りとか、ね、そうですね、 あんまり無理しないで、ね、あとは楽し、どっちかっていうと何、あのところで お茶でお茶休憩の方が多い。どうしても美味しいものが多いんで、もうそろそろお茶にしようよとかで夕方はね、ちょっとあの一杯やりながら美味しいところで、はい、それだけ目当ての人も来るかもしれない。いや結構多いです、自分もそうなんで。いいんですよね、途中から入っていただいても ね全然 OK です、うん、全然気軽な会で。いやでも
いっぱい来るんですよ、お客さん。どこから連れてくるのみたいな感じで、いつも毎回多いですよね、人数。毎回そうですね、15人結構いらっしゃるんですね。いやな、暑いですけど、やっぱりちょっとね、熱中症もあるので、うん、でも今度は何、今度はちょっと涼しいところを考えてます。暑いんで、暑いですよね、はい、だから心配しないでいらっしゃってください。日陰のあるところ歩けばね、結構大丈夫ですよね、はい、多分ね、もう暑いから休憩したいって言えばすぐ休憩になる。そうです、言われる前に休憩して、言われる前に、ね、なるほど、ね、給水タイムとか給水タイムとかですね。そうですか、はい、で、そのこの何、この間の鎌倉で、はい、なんかこう赤くなった感じがある。何赤くなったの？背中なんか前。ああ、いや、日に焼けた。暑かったですからね。だからそれでちょっと8月は涼しいところにしたんです。はい。もともと色白なの？もともと色白です。色白だよね、はい、だから赤くなっちゃう。うん、色白です確かに。おしゃれですかね。おしゃれですね。さ、何か他に言いたい、あれ言っとけばよかったとか言いたいことはですね、とにかく皆さんと仲良くして、はい、させていただけたらと思いまして、はい、ぜひお店の方でもいいですし、はい、イベントでもいいですし、いらっしゃってください。はい、はいはいはい、で、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、マッキーさんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ということで、ヒロさんコーナーがないとゆるゆると。本当だね。まだまだたっぷり時間がありますので、お話しすることがありました。あ、なんだっけ、アクティ工房で何かお話があるそうで。アクティ工房で、ありましたね、そういえば、ね。今アクティ工房でずっと物語、大人のための物語カフェというのを月1回やってるんですが、前 の、 嵐の夜に狼とヤギさんのお話が今回全開で終わりまして、来月からまた、うん、来月というか今月ね、今月から今月になっちゃったの、今月からはい、また違う感じで、違う、今月は21日に、21日に、はい、また東口の駅前のね、ピークンカフェでやりますけど、ね、前のね、狼さんのお話みたいなお話があればいいんだけど、うん、今ちょっとないので、てか見つけてるんですが、うん、見つからないので、うん、でどうするんでした？今回はですね、参加者の皆さんに、はい、毎回毎回、参加者の皆さん、そうです、8月9月10月11月で一つの作品を作り上げて、12月にね、まあ、発表会まで行かなくてもちょっと親しいお友達に、もね、連れてきて見てもらいながら、せっかく、ね、完成させようかなっていう、結構、ね、いらっしゃってる方が皆さんうまいんですよね、意外とね、なかなか、うん、時々ね、立ち退くぐらいにうまい人もいらっしゃいまして、でもったいないので、ね、うん、それはあまりにも、何かしら一つできるといいなと。なそうですね、まあ、今度21日にどんなのをやるかね、うん、お楽しみにしていただきながら、ね、から8月は、まあ、それをざらっと読んでいただいて、15分ぐらいのものですか、その仕上げるものは。約20分ぐらいのもの、はい、役を決めて、で9月になったらさらにそれちょっと掘り下げて、ちょっとイメージ色、ね、ということはですね、できるだけ皆さん毎回来ていただきたいという、来ていただきたいんです、その役がついてしまうと、はい、それはだからって役ついたからもう入れないかというとそういうことはなくてね、もちろんだから朗読するシーンもたくさんあるので、別にだからほらその人たちだけ、ね、いや他にまた小さなもの読み語りみたいなのもやってもらってもいいですね、うん、その発表するときにね、うん、童話とか昔話をちょっと読み語りしてもらってもいいし、まあ自分の好きな、ちょっと今回は映像を使おうかなと思って、ピークンカフェってスクリーンがあるんですよね、うん、なのでちょっとそれを使おうと思って、プロジェクターを使って絵も入れてみたいなね、うん、そうするとまた違う感じの、うん、で、前回まではほら参加者の方に絵本を読んでもらいましたけど、今回はその逆で今度私たちが絵本を読む、絵本を読むという形にして、なるほど、ね、はいはい、行きたいと思います。皆さん上手に読んでくださいね、前の方が良かったとか言われたりしていや今度のお話もね、結構感動的な話ですよ、感動的な感動的な、うん、今度の話は感動的な、やっぱり感動的だそうです。そう、感動的なんじゃないかね、やっぱり 4回やれば8、9、10、11、4回やればもうかなり出来上がりますよね。
出来上がっちゃいます。出来上がりますよね、はい。何人ぐらい出るんですあれ、約束主役が 2人で、あとは朗読をどう分けるかで、そうだね、うん、まあ、その時の人数で決めていきますので、全然途中からでも OK です、はいはい。で私たちは12月の時はやっぱりスクリーンを使った何か、やはり感動的な感動的な話を、スクリーンを使ってやろうと思います。男をやっつけるとか、男をやっつけてる私やっつけるとか殴りつけるとか違う。いやいやいや、今度はお姫様の役かな。お姫様よくねうちの娘と話するんですけどね、スーパーマリオです。で娘は下手で、まあ、マリオがいつも死んじゃう、だから今頃はピーチ姫のおばあさんだって待ってるんだそうなんね、それね、ピーチ姫待ってこない、助けに来ない、途中でやられてしまうから何十年もやってるのに未だにピーチ姫のところにたどり着かないという、かわいいね名前がね、ピーチ姫っていうの、マリオね残念でした。だからそういうお姫様の役じゃないですか、うん、わかんないけどねお姫様の役が来たらいいなと思ったんだけどなかなか来ないけど ねお姫様ね、うん、あと昔森光子さんが、私若い時手で見たらお姫様してましたよ、あんみつ姫、あー、あんみつ姫。でも、なんか森光子さん、あの頃から顔が森光子さんだったから、あんみつ姫。あの頃から森光子さんってどういうふうな。全然変わんない。お姫様じゃないって感じがしまして、おばさんみたいな顔のお姫様で。でしょうかいや、だからお姫様やめていただきたいって言いたいだけなんですが、できれば。できれば、お姉様ぐらいね、せめて、うんうん。ね、だから8月はとにかく、今、まあ、候補はもう揃ってるん で、 そうですか、これをやろうかなっては思ってるんで、はい、それでアリちゃんがまた悪役するとか、アリちゃんはあどうだろうね、パンパンとかやってオーバーシックスまたやれってか、あれいいじゃないですか、あれあれ、あれ録画したのお尻流しながらなんだよそれアリちゃん今回というかあれだよね、8月から多分可愛い役だよ、可愛い役なの可愛い役なの、うん、やっぱり可愛い役やりたい、やっぱそうなの、やっぱり悪役が似合う、そうだよ ねやっぱそこに悪役入れちゃおうかね、私たちの中で一番悪役が似合うね、やっぱ悪役って大事な役だもんね、この世の中で、うん、そんないないとなんていうの、うん、面白くないよね、うん、物語って面白くない、うん、ただね、平和でね楽しく暮らしていましたではすぐ終わっちゃうもんねで他に何かの時間がいっぱいあるんですが、時間がいっぱいある、うん、あ、もうそろそろ終わりか、ワークショップ終わっちゃったしなもうそろそろ終わりか、もうワークショップ終わったあと 1,2 分ですが、はい、1,2 分です、2分ぐらいです、何かあります、とにかくどうぞ、あれ、アクティ工房のお話はあり、じゃあとにかく募集をしてますのでぜひ来てください。8月のもう一回言います、8月21日ピークンカフェです。15時から で、 できるだけで、大変申し訳ないんですが、諸般の事情により、参加代を2000円させていただきます。でピークン の、 ポイントはもちろん、5ポイント、引かさせていただきますが、すいません、よろしくお願いいたします。その代わりに12月には皆様もアクターになれております。よろしくお願いします。はい、アクター、あと1分です。あと1分です。あと1分何かありますか？あ、そういえば来月は何日になるかを忘れてきちゃった。来月何日？あ、9月、ね。メモしてくるの忘れた。9月はね、結構日にちあるんですよ。何日だったかな、忘れちゃった。9月のとにかく第一の木曜日ですか。第一木曜日。はい、また今度はまあ、やっぱり、ドラマは。女の人が最初が5日ですか、うん、9月5日です、はい、5日です、会場から会場からお声がかかりました、はい、5日です、5日に頑張ってやらさせていただきます。ドラマはまた女の人がいじめられて、うん、次の月にはやっつけ返すというのを作っておりますので、うん、お待ちください、まあね、もう毎回楽しみなんですよね、今回からその、2ヶ月って続きものっていうのにしようと思って、それが今とても大変です、また、はい、あと10秒、はい、じゃあ皆様、来月よろしくお願いいたします、ありがとうございました。